軍の南野は先ほど伝令があったが演武が中止になったで、明日から演武がなしじゃの。午前中に言うとったことがまさに的中したな。まさにでございます。このままいろんなことが当てれる気がする、うん、多分名古屋城ももしかしたら平城になるかもしれんな。という可能性もなきにしもあらず。でも一番最初に平城するとしたら多分名古屋城ではないかな。あー名古屋市内と思うんですか。科学館とか、科学館の方が早いか。確かに屋内の施設の方が、そうか、科学館の方が早いか。もしかするとでございます。名古屋市内じゃったら科学館か。科学館が来てプラネタリウム結構すごい、美術館ね。あーそうか、そっちか。なるほどな。まあちょっとな、名古屋の楽しめる場所が利用できなくなるのは心もとないけども、こういう時にこそ、YouTube というものが何やらもう、刑事様も始められておるとか、おはよう、舞台公演絆で舞台公演絆でちょっとな、休戦しとったけども、今日から再び、お毎日、毎日再び始まって、もうな、絆期間中はどうにか頑張って毎日できんかなと思ったけど、無理じゃったな主演でございますので無理じゃったな。鍛錬がもう朝から晩までずっと続いてて、どこでも撮影する時間が1秒たりともなかったっていう1秒たりともなかったなかったでな。でもそれがもうできるということで、できるだけ頑張って毎日やはり続くかどうかちょっとまだ不安なところが拭えんけれども、今日からとりあえずまたな始まるということで、昨日も白人の天才にも行ってきたけど、そういったどうしたらカラクリキな、楽しむことができていくかもな、待っておいて、この辺注目し、そうそう、自動再生、そうあとはあれだ、チャンネル登録者あと400人あと400人、なんとか減らさないんだな。あと400人増えれば日差しが見えるさよ、ストランモンドしてくれんの、チャンネル登録するのが大事だから。わしの、表を見るとなんと半分のものがチャンネル登録したわけ。地図に見てるのよ。そういうのは全部出るんじゃない、実は。年齢とかも全部出るんじゃない。男性とかも全部出もうって。もうわし全部把握しとるで。ただもう半分ぐらいが大の子だから、わしの視聴者は。男が見てくれる。大体多分、キリンが来る見とるやつが見てくれてる。大体は多分、大河ドラマ見とるものが。大河ドラマしか見とらんもんと招待してくれるいい機会じゃなと思って、まあ、やってるとこはござるけどな。あと400人の悔しいなっちゅうところだな。そういった YouTube とかもぜひぜひ屋敷で見ることができると楽しんでもらいたいな。ちょっと各地のな遠征とかもなくなっとるだろうな。いやーまあ落ち着くまではな、そういったところじゃな、できるだけ家に出ないとかな、大事だな。感染拡大を防ぐための策として今、いやわしら待ったかな、屋敷を出ないみたいな。台風ぐらいかと。ああそうじゃな、台風の明けなんかぐらいじゃな。なんかもう屋敷で出ない方がいいみたいな。出るべからずと言われたのは台風ぐらいだったかな。ぐらいじゃな。そうだな、間に合いないですけど。現世みたいに、現世の者たちは屋敷によって活動することをインドアっていうけど、で外出て活動するのがアウトドアっていうらしいんだけど、ね、基本アウトドアじゃから直しはな、一番確かによって選択肢で野戦でございますよ。基本外出てな、屋敷の中おるときは筆を使うときか、まあ、わしらの方が屋敷の中におるな。百姓の方が外に出とるかな。わしらはまだという、いわゆる軍議、会議とかするときは屋敷の中じゃ別に外でな、キセル吸いながら話するわけではないと。みんなはな、近所の集まりがあると思うね。百姓は近所の集まりもございますし、まんまらばお洗濯
もお外でござりますからな、言うておきまする。日常の中で外で出るのがな、もう決まって当たり前な生活だからな。あ、屋敷の中におるのは寝とるとき、あとは飯食うとき。ありがとうございますね。どこじゃな、時あのもう握り飯だけ握ったら、もうあの畑のとこにこう座ってご飯食べますので、そうなると食事もお外。大名にこと関して申せば、屋敷の方が圧倒的に長いな、時間帯で。師匠様にお外に出られては、我々ずっと畑仕事ができんくなります。畑狩り馬術、剣術、槍術の鍛錬で外で取る。でもあの屋敷のこと敷地内のお話でございますからね。そうだな。まあ、あとは本当に城に登場しに行くときぐらいか。その時に我々コーナー取ります。そう考えるとおっしゃる仕掛けるとインドアスみたいな抜けは百姓に比べたら。あと飽きないやっとるやつ、飽きないは半々だな。飽きないやっとるやつは中でずっとやってるやつもいる。外出てたかしっていうのやってるのも多いし、いろいろだな、そう考えると。まあ現世もたちゃうな、もう極端ちゃうな。もうずっと中におるものは中におるし、外に出てあえてな、名古屋城の改修工事を手伝ってくれるものもあるし。お願いいたします。オッケー、ピクチャー。どういう意味だ。アババって言うんだ。あのさよならだから。アババ。おそらく言葉違うと思う。何と申せ。さよならはアババ。アババ。おお、難しい。私も難しい。オッパ韓国語だろ。違う。もう一回。ワンモア。アババ。え？大きく開いて喋ってくれる。あ、オフバ。あ？オフバ。オフバ。はい。オフバ。はい。オフバ。え、まあまあ難しい。もう日本語は難しいぞ。十分上手です。はい。すごいな。日本語は読めますか？日本に住んでいます。日本に住んどる。そうなんです、漢字ばっかりです。